はい、カトサンパ始まりました。今回のカトサンパはですね、ここ静岡県の島田市やってきております。静岡県といえばお茶、そして、まあ心霊スポットということでですね、今日はお茶に関することと、心霊スポットに関することと、かなり盛りだくさんの、散歩になるらしいですけど、心霊スポットなのかな、静岡といえば。やっぱ静岡といえばお茶ということでですね、ちゃこちゃん、これね、島田のね、多分ゆるキャラにの手前ですね、ゆるくならないゆるキャラ、だからなんていうのかな、そのまだその原型をとどめたゆるキャラ、ゆるキャラももはや魔物じゃないですか。あれ魔物になる前の人間の姿、これがちゃこちゃん。蓬莱橋やってきました。ここね、結構島田では名物になっていて、勝海舟がここね、めちゃくちゃ長いですよ、この橋。木製の橋としてはギネス記録を取ってるぐらい、一番長い橋です。だから世界一長い木製の橋です。どうやらこの橋はですね、役なし橋とも呼ばれていて、なぜかというと 897.4m あるらしいんですよ、橋から橋までね。でこれで役なしって言われてるんですけど、実はですね、こう自殺の名スポットになってるらしくてですね、役なし橋なんだけどめちゃくちゃ役があるんだって。役なしじゃないよね、機関車トーマスって皆さん知ってますよね。あれがね、実際に見れるっていう場所なんですけど、月の半分くらいが走ってるんですけど、今日はね、運休ということで、車庫の中入ってるらしいですね。今日ぐらい走ってて欲しかったな。でね、機関車トーマスのね、グッズもこういう目の前の裏田ロコっていうところ売ってるらしい、ね、はい、ということで島田市散歩させていただきました。島田市、このね、SL、そしてトーマス、そしてお茶、そして、役なし橋ということで、かなりね、見どころ満載の市でしたね。まあ中にも役なし橋のね、役を取れたのが嬉しかったです。ありがとうございました。